歌を歌い始めて、ギターを弾き始めて、何年目かに札幌の片隅で DJ をやっていた。あの時のあなたの便りを今でも忘れない。君の顔すら、君の声すら、君の名前も居所も知らない。知っているといえばあなたが書いた死ぬという言葉と匿名という二文字。あなたとの出会いは僕にひまわりの種を送ってくれた時、二度目の便りには人を愛して裏切られて、僕の思いつく言葉といえばあなたを慰めるぐらいのもの。あの日来た便りをマイクの前ですぐに読むことはできなかった。死のうなんて考えて僕に心を開いてくれたのに、僕の思いつく言葉といえばあなたを慰めるぐらいのもの。君の顔すら、君の声すら、君の名前も居所も知らない。知っているといえばあなたが書いた死ぬという言葉と匿名という二文字。震えながらいつもの夜のようにマイクの前で、起きてるかい兄貴だよと言った。生きている草や生きている木の話をするぐらいで、僕の思いつく言葉といえばあなたを慰めるぐらいのもの。君は生きている。僕を忘れたかい。君からもう一度便りが来るまでは、生きている花や生きている虫の話をしていよう。それまで僕はマイクの前で言い続けよう。この言葉を。郵便番号 060-91 札幌中央郵便局、支障箱198号。